アップルの現行ロゴマーク本校では多国籍テクノロジー企業をアップルの歴史について記述する。アップルは1976年4月、スティーブ・ジョブズとスティーブ・ウォズニアック及びロナルド・ウェインによってマイクロコンピュータのアップル・アイを販売するために創業された。1977年1月に法人化された後、同年に発売されたアップル2が 大ヒットしたことでアップルは急成長を遂げ、1980年に新規株式公開を果たすと、ジョブズやウォズニアックは億万長者となった。その後、アップルは革新的なグラフィカルユーザーインターフェースを備えるコンピュータの開発に向かい、1984年には初代マッキントッシュを発売した。1985年、ウォズニアックは会社を去り、 その後社内で失脚したジョブズもまたアップルを離れ、新会社ネクストを設立した。1990年代に入ると、アップルのコンピュータは、インテルのプロセッサとマイクロソフトウィンドウズを搭載する PC に対して、市場シェアを失い、業績も悪化した。1997年、オペレーションシステム開発に失敗したアップルは、有望な OS を持つネクストの買収を決定し、 その結果、ジョブズが会社に復帰した。アップルの CEO に任命されたジョブズは、1998年に iMac を成功させた後、2001年には iPod を発表し、アップル製品の地位を再び引き上げた。2007年1月、アップルがコンピュータ以外の電化製品に重点を移したことを反映し、それまでのアップルコンピュータインクから、 アップルインクに社名が改められた。同年に発売されたアップル発のスマートフォン、iPhone は大きな成功を収め、アップルに莫大な利益をもたらした。2011年8月、ジョブズは健康上の問題で CEO を辞任し、ティム・クックが後を継いだ。ジョブズは2ヶ月後の2011年10月5日に亡くなった。1971年の夏、 当時16歳のスティーブ・ジョブズと当時21歳のスティーブ・ボズニアックは共通の友人ビル・フェルナンデスの紹介で知り合い、友人となった。二人の商業的な協力関係は1971年の秋に始まり、ボズニアックが雑誌記事を参考にオリジナルのブルーボックスを自作し、ジョブズが学生などを相手にそれを売り回った。 最終的に200台余りのブルーボックスが販売され、ジョブズとオズニアックは大きな利益を上げたが、ある時銃で脅されブルーボックスを奪われたことがきっかけとなり、身の危険を感じた二人は販売を止めた。ジョブズは後にブルーボックスで商売をした経験がなければ、アップルが誕生することもなかったのは100%確実だと語っている。 ウォズニアックが1970年代初頭に制作したブルーボックス1975年までにジョブズはリード大学を中退してゲーム会社あたりにウォズニアックはカリフォルニア大学バークレー校を中退してヒューレットパッカードに勤務していたがジョブズがウォズニアックを自分の職場に忍び込ませあたりのゲームを無料で遊ばせる代わりに仕事を手伝ってもらうなど 二人の交友関係は続いていた。1975年3月5日にはシリコンバレーのコンピュータマニアによるホームブリューコンピュータクラブの第1回会合がカリフォルニア州メンローパークで開かれ、オズニアックも参加した。HCC で当時最新鋭の個人用コンピュータアルタイル8800に触れたオズニアックは大きな刺激を受け、 すぐに自作コンピュータの設計に取り掛かった。1976年3月1日までに、ボズニアックはプロセッサとして安価な MOS6502 を使用し、外部ディスプレイとしてテレビを入力機器としてキーボードをつなぐことができる自作のマイクロコンピュータを完成させた。ボズニアックは後に Apple i と命名されるこのマシンを HCC の会合に持ち込んで披露し、大きな反響を得た。ボズニアック自身は、Apple i の回路図を無料で配布することを望んで、いたが、ジョブズはこのコンピュータの商業的可能性に興味を抱き、Apple i の組み立てに必要なプリント配線版を製造販売するビジネスを二人で始めるべきだと、訴えた。ボズニアックは、勤務先であるヒューレット・パッカードに、 アップルアイを売り込んだが、HP の上層部は、そのようなコンピュータの製品化に関心を示さず、結局ォズニアックは、ジョブズと共に新会社を立ち上げ、事業を始めることに合意した。商品となるプリント配線版を、設計製造するには1000ドル以上の費用がかかったが、ジョブズは、愛車のワーゲンバスを、ォズニアックは愛用していたヒューレットパッカード製のプログラム電卓を売却し、 1300ドル余りの資金を捻出した。テレビとキーボードを接続して使用可能な状態にした Apple iApple i アップルアイの宣伝広告の一部。Apple i は剥き出しの基板として販売され、使用するにはキーボードやディスプレイを用意して接続する必要があった。1976年4月1日、ジョブズとオズニアックにロナルド・ウェインを加えた3人は、 共同でアップルコンピューターカンパニーを創業しカリフォルニア州のビジネスパートナーシップとして登録した。当たりで製図工として働いていたウェインは職場で出会ったジョブズと意気統合し10%の株式を持つという条件でジョブズに誘われアップルの創業に参画した。ジョブズとオズニアックはそれぞれ45%の株式を所持することとなり 二人の意見が対立した場合には、残りの株式を持つウェインがどちらかの側につき、こ着状態を打開することが期待されていた。ウェインは、アップルアイの取扱説明書を作成したほか、リンゴの木に寄りかかるアイザック・ニュートンを描いた、アップル発のロゴマークをデザインした。ジョブズは、アップルコンピューターという社名の由来について、当時果実職主義を実践していたことに加え、 リンゴ農園から帰ってきたばかりだったこともあって、この名前を思いつき、その響きが楽しげで元気が良く、威圧感もないと考え、その上、電話帳で当たり者より上に来る名前でもあった。ので採用にしたのだと説明している。一方のオズニアックは、この社名はジョブズが不意に提案してきたもので、真意は不明だとした上で、彼は、 音楽好きであったので、アップルレコードから思いついたのかもしれないと語っている。ジョブズはより多くのプリント配線版を売るために、個人以外の反応を求め、HCC の会合に顔を出した、コンピュータ小売店、バイトショップの経営者、ポール・テレルに、アップルアイのデモンストレーションを見せた。興味を持ったテレルはジョブズに名刺を渡して去ったが、その翌日にジョブズは、 マウンテンビューのバイトショップ店舗に突然押しかけ、テレルにアップルアイを売り込んだ。説得されたテレルはその場でアップルアイを50台注文し、納品時に1台につき500ドルを現金で支払うと約束したが、テレルはジョブズが売ろうとしていたプリント配線版には興味がなく、組み立て済みの完成品を納入するよう要求した。手持ちの資金ではそれだけ多くのコンピュータを組み立てる。 ためのパーツは購入できなかったが、ジョブズは不審に思うパーツ業者にテレルとの取引が存在することを電話で確認させ、30日間の支払い猶予付きでパーツを購入することに成功した。その後ロスアルトスのジョブズの実家では懸命な組み立て作業が行われた。29日後、ジョブズらは50代のアップルアイを完成させて、バイトショップに納入し、テレルから受け取った代金を使って、 期限内にパーツ業者への支払いを完了した。ジョブズらが納品した50代のアップル1は各種部品がプリント配線版にハンダ付けされた剥き出しの基板の状態であり、筐体やモニタキーボードなどを持つコンピュータを完成品として想定していたテレルは現物を見て少しうろたいたが、それでも約束の代金2万5000ドルを支払った。 アップルアイは1976年7月から希望小売価格666.66 66ドルで発売され、最終的に合計で200台余りが製造された。創業者の一人であったウェインは自分の会社を4年前に破産させていたこともあり、ジョブズのリスクを厭わない経営方針に大きな不安を抱いた。創業から2週間も経っていない1976年4月12日。 ウェインは800ドルを受け取って所有する10%の株式を自主放棄し、アップルを去った。1979年6月に発売されたアップル2プラスバイトショップとの取引により、約8000ドルの利益を得たジョブズは、さらなる事業拡大を望み、そのためには多額の融資が必要となった。ジョブズは、当たり時代の上司のオランブッシュネルの勧めに従い、 セコイア・キャピタルの創業者、ドン・バレンタインに会って、融資を求めたが、バレンタインはアップルへの投資に興味を持たず、代わりに、フェア・チャイルド・セミコンダクター時代の元部下で、個人投資家として、財を成していたマイク・マークラを紹介した。若くして、引退生活を送っていたマークラは、ジョブズの野心とオズニアックの技術的才能に心を動かされ、1976年11月に、 引退から復帰してアップルに加わった。マーグラは自分の個人的資産から9万2000ドルをアップルに投資したほか、バンクオブアメリカから25万ドルの信用供与を確保した。マーグラは事業に参加する条件として、当時まだ HP の社員だったウォズニアックが今後、アップルでの仕事に専念することを要求したため、ウォズニアックは HP を辞めざるを得なかった。 マークラの助けを得たアップルは1977年1月3日に法人化され、アップルコンピューター、インクとなった。マークラは会社の成長には経験豊富な経営者が不可欠であると考え、フェアチャイルドセミコンダクター時代の元同僚で、当時はナショナルセミコンダクターの製造部門を率いていたマイケル・スコットを引き抜き、アップルの初代社長兼 CEO に任命した。 スコットは1977年2月からアップルでの仕事を始め、すぐにアップルを組織的にするための施策として、新たに社員番号を入れた社員証を発行した。スコットはその功績を認めて、ボズニアックに社員番号1を与えたが、ジョブズは1が自分に与えられなかったことに不満を感じ、再考するようスコットに抗議した。しかし、スコットも譲らなかったため、 最終的にジョブズは社員番号例を,を与えてもらうことで妥協した。アップルアイの後継機種であるアップル2は1977年4月16日から17日に開催された第1回ウェストコーストコンピュータフェアで初めて発表され、その後希望小売価格1298ドルで発売された。ボズニアックはアップルアイの発売以前から 新型コンピュータの開発作業を始めており、1976年8月には、すでに Apple II の実動するプロトタイプを完成させていた。剥き出しの基板として販売された Apple I とは大きく異なり、Apple II は基板やキーボード、電源装置などが一体化された筐体であり、テレビ等の外部ディスプレイを接続すれば、すぐにコンピュータとして使用することができたほか、ディスプレイに カラー表示することが可能なのも大きな特徴だった。アップル2の販売は当初から好調だったが、1978年7月にボズニアックが設計した安価かつ高性能な専用外付けフロッピーディスクドライブディスク2が登場し、本体の売り上げに大きく貢献した。そして1979年10月にアップル2専用として発売された強計算ソフト、 ビジカルクが大ヒットを記録すると、商用、企業用コンピュータとしてのアップル2の需要に火がつき、その販売台数は飛躍的に増加した。九百七十七年に二千五百台だった。アップル2の販売台数は、九百八十一年には21万台にまで急増していた。マイクロコンピュータ市場におけるアップル製品のシェアは九百七十八年には十パーセントだったが、 1980年には27%となり、タンディトコモドールを上回って業界トップに躍り出た。1980年に発売された Apple31980 年12月12日、アップルコンピューターは新規株式公開を行い、自動車会社報道が1956年に行った IPO 以来最高となる資金調達額を記録した。 この IPO により、750万株を持つジョブズは、約2億5600万ドルの個人資産を手に入れ、ボズニアックやマークラ、スコットラも莫大な利益を得た。株式公開に先立つ1980年5月、アップルはビジネス向けに特化して設計されたアップル3を発売し、巨大企業 IBM に商用コンピュータ市場で挑戦を仕掛けたが、 4340から7800ドルという価格設定の高さと対応ソフトウェアの不足、そしてハードウェアの設計上の欠陥が災いし、Apple 3は極度の販売不振に陥った初期に出荷された Apple 3のほとんどが欠陥品としてリコールされ、Apple は14000台余りの Apple 3を無料で交換することを強いられた。 1984年に生産終了するまでの Apple3 の累計販売台数は約12万台に過ぎなかったが Apple2 は同じ期間に約200万台を売り上げていた。ボズニアックは技術者ではなくマーケティング部門の意向に基づいて設計されたことが Apple3 の範囲であったと分析している。他方 IBM は1981年8月12日に IBM PC を発表してパーソナルコンピュータ市場へ参入し、Apple と IBM の競争は本格化した。IBM PC の発売に際し、Apple は経済紙、ウォールストリートジャーナルに今日では有名になったウェルカム IBM シリア3と題する全面広告を出して、IBM を歓迎してみせるなど、当初は IBM PC が 大きな脅威になるとは認識していなかった。しかし IBM PC の販売は好調であり、初年度だけで5万台を売り上げ、2年後には売上高でアップル製 PC を追い抜いた。1983年度のデータによれば、この年にアップルの市場シェアが20%から21%に微増するにどまったのに対し、IBM の市場シェアは18%から26%に、 伸びていた。1983年に発売されたリザ1979年夏、ゼロックスにアップルの株式10万株を IPO 前に売却することの交換条件として、ジョブズはゼロックスのパロアルト研究所を見学する権利を得た。1979年12月にパークを訪れたアップル関係者の一団は、そこで目にしたマウスによって操作される先進的な グラフィカルユーザーインターフェースに強い印象を受けた。ジョブズはアップルで1978年頃から開発されていたビジネス向け PC、リザにパークで目にしたような GUI を実装することを決意し、1980年初頭からリザプロジェクトのトップに立って開発を主導し始めた。しかし、リザの開発はジョブズの過剰な技術的要求によって混迷することと、 なり、社長、スコットの判断でジョブズは1980年9月にリザの開発チームから外された。その後、ジョブズとの対立を深めたスコットは、マークラからの指示も失って、社長兼 CEO を辞任することとなり、1981年3月からは、暫定的にマークラがスコットの後を継いだ。スコットは、 当時のアップルを案に批判する手紙を残して1981年7月に会社を去った。スコットに代わる経営者として、ジョブズはペプシコーラからジョン・スカリーを引き抜いたが、スカリーを説得する際に、ジョブズが用いた、このまま一生砂糖水を売り続けるげなのか、世界を変えるチャンスにかけてみる気はないのか、というフレーズは有名になった。 スカリーは1983年4月から Apple の CEO として働き始めた。1983年1月にようやく発売されたリザは GUI やマウスなど多くの革新的機能を備えていたが価格は9995ドルと極端に高く、またソフトウェア互換性の欠如がビジネスユーザーを遠ざける結果となり販売は低迷した。 リザの開発には1億5000万ドル以上が費やされたと伝えられるが、販売されたのはわずか1万台であり、アップルに多額の損失をもたらした。1984年に発売された初代マッキントッシュ・ジョブズは、リザの開発チームから外された後、スコットの勧めもあって、ジェフラスキンが立ち上げた新型 PC ・マッキントッシュのプロジェクトに加わった。 1979年9月に始まったマッキントッシュの開発は1000ドル程度の安価な一般向け PC というコンセプトの下で進められていたがジョブズはリザと同じプロセッサーを搭載し GUI とマウスを持つ高性能なマシンへの方向転換を試み性能よりも価格の抑制を重視していたラスキンとは激しく対立した最終的にラスキンは ジョブズとの性格の不一致を理由に1981年1月にプロジェクトから降りることとなり、1982年3月にはアップルを去った。自らが追い出されたリザプロジェクトに対抗心を抱いていたジョブズは、マッキントッシュをアップル本社とは独立したプロジェクトとして推し進めた。ジョブズは海軍に入るよりも、 海賊であれなどと解いて開発チームの連帯感と反骨精神を煽り、プロジェクトを強力に主導した。マッキントッシュは1984年1月24日に発売された。その2日前には、リドリー・スコットの監督によるテレビ CM1984 が第18回スーパーボールで放映されており、マッキントッシュの発表には大きな注目が集まった。 一般向け PC としては初めて GUI を持ち、マウスでの操作を実現していたマッキントッシュは、当初はメディアからの喝采を浴び、販売も非常に好調であり、1984年4月末の時点ですでに5万台を売り上げていた。しかし、価格が2495ドルと比較的高額であったことと、対応ソフトウェアの不足が災いし、発売から数ヶ月が過ぎると、 マッキントッシュの販売は停滞し始めた。マッキントッシュへの期待が失望に変わると、開発担当者であるジョブズとスカリーラアップル経営陣との対立が深刻化した。1987年に発売されたマッキントッシュ21985年3月、スカリーはジョブズをマッキントッシュ部門から下ろすことを決定し、4月には取締役会から全会一致の承認を得た。 ジョブズはこの決定に反発し、スカリーが5月末に中国に出張するのを利用して彼を解任することを画策したが、そのく立てはアップルのフランス法人ゼネラルマネージャーであるジャンルイガセイにより事前に密告され、スカリーは出張をキャンセルし、翌日の重役会議でジョブズと直接対峙した。スカリーは出席したアップルの重役一人カズトに、 自分とジョブズのどちらを支持するのかを質問したが、全員がスカリーへの支持を表明した。その後取締役会もスカリーへの支持を表明し、5月31日にジョブズは全ての業務から外され、何の実験も持たない会長職を与えられた。1985年9月、ジョブズはアップルを退社して、新会社、ネクストを立ち上げた。ボズニアックもまた、 別の事業を始めるため1985年前半にアップルを離れていた。その際、ウォズニアックはアップルがアップル2部門を礼遇してきたことへの不満を表明し、会社が過去5年間ずっと間違った方向に進んでいると述べた。ジョブズとウォズニアックが去った1985年にはアップルがキャノンと共同開発したマキントッシュ用レーザープリンターであるレーザーライターと アルダスが開発した文書作成ソフト、ペメーカーが発売され、デスクトップパブリッシングという新たな市場が誕生した。成功なタイポグラフィ機能を備えていたマッキントッシュは、DTP 用コンピュータとして圧倒的な人気を博し、アップルは初期の DTP 市場を事実上独占することに成功した。ジョブズに代わって、マッキントッシュ部門のトップに立った火星は、 55%の利益率という目標を意味する55可しかというスローガンを掲げてマッキントッシュ製品の値上げを実行し1980年代後半のアップルで高価格、高利益率路線を推し進めた。高価格で販売されたマッキントッシュ2などの新型モデルは高い利益率を提供し DTP 市場での人気を背景に当初は 売上高にも減少は見られなかった1980年代末、マッキントッシュと同等の機能をはるかに低い価格で提供する PC、a t 互換気用の DTP プログラムが登場すると、ガゼーの高価格路線は裏目に出ることとなった。マッキントッシュはそれまで維持してきた DTP 用途での優位性を失い、高価格路線の結果として、 その他の一般ユーザーはマッキントッシュを経営していた。1989年9月には、ガゼーが開発を推進したポータブルコンピュータ、マッキントッシュポータブルが発売されたが、ライバル機種と比較して、かなり重いことがネックとなり、販売は低迷した。アップルは1989年のクリスマスシーズンで、史上初めて売上高の減少を記録することとなり、 それを受けて株価は20%下落した。この時期には、スカリーとガゼーの関係も悪化しており、スカリーは1990年1月、最高執行責任者に、ガゼーではなくマイケル・スピンドラーを任命した。この事実上の広角処置を受けて、ガゼーは1990年9月にアップルを去った。ガゼーが退社した直後の1990年10月、アップルは、 マッキントッシュクラシック、マッキントッシュ LC、マッキントッシュ E 市という3種の廉価モデルを発売し、低価格帯の製品ラインナップ強化を図った。1991年に発売されたパワーブック1 9 9 1年10月、アップルは新型ポータブルコンピュータ、パワーブックを発表し、現代のほぼすべてのノートパソコンの原型となるデザインを示した。失敗に終わった。 マッキントッシュポータブルとは異なり、軽量なパワーブックは発売後1年で40万台以上を売り上げる大成功を収め、約10億ドルの収入をアップルにもたらした。同年には大幅アップグレードされたマッキントッシュ用オペレーティングシステムであるシステム7も発表され、インターフェースのカラー化が実現されるなど、その後の MacOS の原型となった。他方、アップルの上層部は、 継続的な成功を収めているアップル2シリーズについて製造コストが高くつく上にマッキントッシュから売り上げを奪っていると考えていた。1993年11月15日、アップル e への販売が打ち切られ、16年以上続いたアップル2シリーズはアップルの製品ラインナップから消滅した。この時期、マイクロソフトは安価な PC。 AT 互換機向けの OS として、マイクロソフト Windows を供給することで、市場シェアを伸ばし続けていた。1988年、アップルは、マイクロソフトが自社の GUI を Windows 2.0に投用したとして、Apple ンピュータ対マイクロソフト訴訟を起こした。この法廷闘争は1995年2月まで、約7年間続いたが、最終的に、 アップルの訴えは退けられた。Windows を搭載する PC との競争に勝利するため、アップルは価格帯や仕様の異なる無数のマッキントッシュ製品を展開し、幅広い顧客のニーズを満たそうと試みた。1991年から1993年にかけ、アップルはマッキントッシュに3つのブランドを新設し、ハイエンドの マッキントッシュクアドラ、ミッドレンジのマッキントッシュセントリス、ローコストのマッキントッシュパフォーマーを立ち上げた。しかし、仕様の異なるモデルが乱立する状況は、一般の消費者を混乱させることとなり、マッキントッシュの売り上げに悪影響を及ぼした。スカリーはアップルにはマッキントッシュに代わる、画期的な新製品が必要と考えており、携帯情報端末、アップルニュートンの 開発プロジェクトを1990年頃から全面的にサポートした。ニュートンの開発やマーケティングには約5億ドルが投じられたが、1993年に実際に発売されると販売は低調であり、4年半後には生産終了となった。1993年の第3四半期、アップルは過去最悪となる1億8830万ドルの 損失を計上した。業績悪化が表面化する中、ニュートンの失敗や政治活動への系投によって、取締役会からの信用を失っていたスカリーは、1993年6月18日をもって CEO を退任させられ、CEO を務めていたスピンドラーが新 CEO に就任した。CEO 退任後もスカリーは会長職に留まったが、 1993年10月にはアップルを去って他社の CEO に就任した。1991年10月、アップルと IBM は提携関係を結び、ウィンテルに対抗する標準プラットフォームの創造を目的とした連合を結成していた。そして1994年、この提携の成果として生まれたパワー PC プロセッサーを搭載するパワーマッキントッシュが発売された。 1996年2月初旬、スピンドラーが辞任し、ギル・アメリオが公認としてアップルの CEO に就任した。会社再建人としての評判を買われて、ナショナルセミコンダクターから引き抜かれたアメリオは、大胆なレイオフとコスト削減策を実行した。タリジェントやコープランドで次世代 OS の開発に幾度となく失敗していたアップルは、最終的には OS を、 外部から調達する必要に迫られ、ジョブズが立ち上げたネクストを1997年に買収することで、同社のネクストステップを獲得し、その結果ジョブズはアップルに復帰した。アナリストのベントンプソンによれば、ジョブズが復帰した時点でアップルは倒産寸前の状況であったであったという。1998年に発表された、 iMac 第2世代の iPod1997 年1月の MacWorld エキスポにて、ジョブズは最新バージョンの Microsoft Office が MacKin と C 向けに発売されること、そして Microsoft が Apple に1億5000万ドルの投資を行ったことを発表した。1997年2月9日、Apple による NEXT の買収が完了し、ジョブズは相談役として、 正式にアップルに迎えられた。1997年7月、アップル株が記録的な安値をつけたことを受けて、取締役会はアメリオを CEO から解任することを決定した。その後1997年9月より、ジョブズが暫定 CEO に就任し、アップルの製品ラインナップの再建に取り組み始めた。この時期、ジョブズは有望なデザイナーとして、 ジョナサン・アイブを見出し、アイブはアップル製品の最高に重要な役割を担うようになった。1998年8月15日、アップルはマッキントッシュ 128K を彷彿とさせるオールインワン型 PCiMac を発表した。iMac のデザインチームを率いたアイブは、その後 iPod と iPhone のデザインも手掛けることとなる。 最新の技術とユニークなデザインを特徴とする iMac は発売から5ヶ月で約80万台を売り上げる大ヒットを記録した。2000年、Apple はカソディグリーン g r e e が1998年に公開した MP3 再生ソフトサウンドジャム MP を買収した。それに合わせてサウンドジャム MP の主要な開発者たちは Apple に移籍し、 ソフトのインターフェース等を改良し続け、2001年1月に iTunes としてリリースした。2001年3月24日、数年の開発期間を経て、NEXT のオープンステップをベースする MacOS X が公開された。MacOS 9を使い慣れたユーザーの移行を助けるため、MacOS X は MacOS 9のアプリケーションを使用可能にするクラシック環境を用意していた。 同年5月19日には、バージニア州とカリフォルニア州で世界初のアップルストアがオープンした。2001年10月23日、アップルは、携帯型デジタル音楽プレイヤー、iPod を発表した。iPod は、社会現象的な大ヒットとなり、発売後6年間で1億台を売り上げる成功を収めた。2003年には1曲あたり0.99ドルで、 音楽をダウンロードできるサービスとして iTunes Store が開始され iPod との連携機能が用意されていたこともあって早々にオンライン音楽サービスを牽引する存在となった2008年6月19日までに iTunes Store での累計ダウンロード数は50億回を超えた2010年までに iTunes Store は世界最大の音楽小売り店となっていた インテル製 CPU への移行2005年6月6日、ジョブズはワールドワイドデベロッパーズカンファレンスの基調講演で2006年からインテルの CPU を搭載したマッキントッシュが生産されることを発表した。2006年1月10日、インテルのコアデュオプロセッサを搭載した新型 MacBook Pro と iMac が発表された。同年の8月7日までに Apple は すべてのマッキントッシュ製品がインテル製 CPU に移行したが、この移行は発表よりも1年以上早く実行された。パワーマック、iBook、パワーブックの3ブランドはこの移行によって生産終了となり、それぞれ Mac Pro、MacBook、MacBook Pro に引き継がれた。同年には、インテルマックで Windows XP もしくは Windows Vista の使用を 可能にするアップルの公式ソフト、ブートキャンプも公開された。2007年に発売された iPhoneiPhone iPhone を発表するスティーブ・ジョブズ2007年1月9日、ジョブズは m a c ワールドエキスポの基調講演でアップルの重点がコンピュータ市場からより広い電化製品市場にシフトしたことを踏まえて、社名をアップルコンピュータインクから アップルインクに変更することを発表した。同イベントでは iPhone および Apple TV の正式発表も行われた。iPhone は発売後30時間で27万台を売り上げる成功を収め、メディアはこの製品を業界のゲームチェンジャーと呼んだ。2007年2月6日、Apple 公式ウェブサイトに掲載された記事の中で、ジョブズは iTunes ストアで売る音楽のデジタル著作権管理を解除し、サードパーティー製の音楽プレイヤーでも再生可能にする意向であることを表明した。2007年4月2日、Apple と EMI は共同で声明を出し、同年5月より iTunes ストアで公開されている EMI の音楽ファイルから DRM 技術を取り除くことを発表した。 最終的に EMI 以外のすべてのレコード会社も同様の措置を取り2009年1月には iTunes ストア上の全楽曲が DRM なしで利用可能になったことが発表された2008年7月、Apple はサードパーティー製の iPhone および iPod タッチ向けアプリケーションを販売する App Store を開設した開設後1ヶ月以内で アップストア上では6000万本のアプリケーションが販売され、1日あたり平均100万ドルの売り上げがあった。ジョブズは2008年8月に、アップストアは将来的に10億ドル規模のビジネスになりうると述べた。ジョブズは2009年1月14日、病気の治療に専念するため、2009年6月末まで CEO を休職することを発表した。 ジョブズ不在の状況で迎えた2009年度の第1、四半期は、ホリデーシーズン期以外では、過去最高の四半期となり、売上高は81億6000万ドル、利益は12億1100万ドルを記録した。ジョブズの死を一旦で、アップル本社に掲げられた、半期2010年1月27日、アップルは、以前から登場が噂されていたタブレット型、デバイス、 iPad を発表した。iPad は iPhone と同一のタッチ操作ベースの OS を採用していたほか、すべての iPhone 用アプリケーションが使用可能となっていた。iPad は2010年4月3日からアメリカで販売され、発売初日だけで30万台以上、発売初週の終わりまでに50万台以上を売り上げた。2010年5月、 アップルの時価総額は1989年以来、初めてマイクロソフトの時価総額を上回った。ジョブズは2011年1月17日、改めて病気の治療に専念するため、無期限で CEO を休職することを発表した。これを受け、最高執行責任者のティム・クックが、ジョブズの日常業務を引き継いだ。2011年6月、療養中のジョブズが、 表舞台に立ち、オンラインストレージ及びコンテンツ同期サービスである iCloud を発表した。iCloud の発表は、ジョブズが生前に行った最後の製品発表となった。2011年8月24日、ジョブズはアップルの CEO を辞任した。CEO 汚職はクックに引き継がれ、ジョブズはアップルの会長に就任した。2011年10月5日、 スティーブ・ジョブズが56歳で亡くなり、アップルにおける一時代の終わりを告げた。2012年1月19日、ジョブズの没後初となるアップルのメジャーな製品発表がニューヨークで行われ、フィリップ・シラーが iOS 向けの iBooks テキストブックと MacOS 10向けの iBooks オーサーを発表した。ジョブズは生前自分の電気の中で 教科書業界と教育を再創造したいと語っていた。2012年8月20日、アップルの株価は上昇を続け、同社の株価時価総額は過去最高の6240億ドルに達し、1999年にマイクロソフトが記録した数字を上回った。2012年8月24日、2011年にアップルが韓国のサムスン電子を特許侵害で訴えた。 アップル対サムスン訴訟について、売信員は評決を言い渡し、サムスンにアップルに対して10億5000万ドルの損害賠償を支払うことを命じた。サムスンは上訴し、2013年に裁判所は賠償金を4億5000万ドル分減額するよう命じ、さらにサムスンによる再審理の要請を認めた。アップルは台湾の HTC に対しても、 特許訴訟を起こしていたが、2012年11月10日、Apple と HTC の間で10年間の特許利用契約が締結されたことが発表され、すべての訴訟が取り下げられた。Apple はこのライセンス契約によって年間2億8000万ドルを稼ぐことになると予測された。2014年9月9日、クックはアップル初のスマートウォッチ、アップルウォッチを発表し、 この製品がアップルの次のチャプターになると述べた。2015年4月に発売されたアップルウォッチは当初は批評家にその有用性自体が疑問視されるなどしたが2016年9月に第2世代のモデルが発売されて以降は好調な売上を記録した。2016年1月には全世界で 約10億台のアップル製品がアクティブに使用されてビルとの推定が発表された。2010年代を通じてアップルは車両の発明について様々な特許を獲得。2020年代に自動車産業に参入するプロジェクトタイタンとして報じられてきた。詳細はアップルカープロジェクトの項を参照のこと。ありがとうございます。